その日の出来事のお時間です。キャスターの歴史スキオです。タオヤアカです。この番組はその日にあった出来事をお送りします。今回は三重県鈴鹿市のナチュラルベジタブルの近藤恵子さんをご紹介します。リポーターの今井さんが近藤さんにインタビューを行っております。それでは早速ご覧ください。今井です。今回は三重県鈴鹿市のナチュラルベジタブルより化学肥料を使わない昔ながらの農法でお野菜を育てて販売されていらっしゃいます近藤恵子さんをご紹介いたします。本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。それではナチュラルベジタブルとはどういったお仕事内容なのでしょうか。はい、私たちは女性スタッフ15名で野菜の生産販売をしております。で、無農薬有機肥料で年間500品種の野菜の方育てています。そんなにもなんですね。はい、女性スタッフばかりということですが、皆様は普段はどういったことをされていらっしゃる。家庭の主婦でして、はい、子どもさんが学校へ行っている間とか、保育園に行っている間とか、あとおばあちゃんの介護されてみまして、おばあちゃんがデイサービスに行っている間だけこちらに来ていただいてお仕事の方していただいてもらってます。そうなんですね。育てたお野菜なんですが、どういった場所で販売されていらっしゃるんですか。レストランと、そして個人の宅配客に販売しております。はい、今のお仕事を始めたきっかけというのはどういったことだったのでしょうか。私はこちらへ嫁ぎましてから、こちらは、おじいちゃんおばあちゃんたちは花木の専業農家で、で私はそちらの方を一緒に手伝っていました。だんだんおじいちゃんおばあちゃんたちも高齢になってきまして、作付け面積をだんだん縮小してきましたので、何も作らない畑が空いて出てきまして、せっかくこう畑があるのにもったいないなということで、女性だけでも何かできないかなということで、近所の主婦仲間に声をかけまして、女性でも扱いやすい軽量のお野菜、ミニ野菜とかベビーリーフとかミニ野菜、そういったものを作るようになりました。なるほど。さらにではそこからどのような展開が。そうですね、平成16年に鈴鹿市の、市街地の活性化イベントというのに声をかけていただきまして、そこの直売の方に参加するようになりました。はい、直売にですか。そうです。で、毎週こう参加しているうちに、美味しいと、また欲しいというお客様の声に応えまして、毎週参加しているうちに、特に学生さんとか、あと一人暮らしのおばあさんとか、あと単身赴任のお父さんが、その小さいミニ野菜、食べきりサイズのお野菜がすごく嬉しいということで、スイカも冷蔵庫にポコンと入るようなサイズのスイカなので、すごく喜んでいただきまして、それでちょっと評判になりまして、でスーパーのバイヤーさんからまた声をかけていただきまして、そうなんですね。はい、スーパーに近藤ファームの野菜コーナーを設けていただきました。すごいですね。はい、それはもうお客様がたくさん増えて。そうですね。はい、それ以来こだわりのレストランのシェフが直接畑に見えるようになりまして、そうなんです。はい、で あとはもうシェフからシェフの口コミでだんだん広げてくださいました。本当に、ありがたいです。では平成16年から今現在の29年の6月まで、はい、一体どういった変化がありましたか。そうですね、お野菜の方を販売しておりましたら、本当にこう
安心安全なお野菜を求めて買いに見えるお客さんが見えまして、はい、その買いに来たお客さんも自分でお野菜作ってみたいということで仲間にスタッフに加わってくださるようになりまして、 はい、それでだんだんスタッフの方も増えていきまして、近藤ファームが増殖していったというような感じです。賑やかになっていきました。されているお母様もたくさんいらっしゃるっていうふうにお話伺ったんですけれど、そうなんです、家庭の主婦が、主婦がほとんどで、この小さいお子さんをお持ちのお母さんは子どもさんが保育園に行っている間とか学校に行っている間とか、あとちょっと年齢が上がりましておばあちゃんがデイサービスに行っている間とか来てくださるようになりまして、はい、とても息抜きというか女性にとってはおしゃべりできる場で、はい、とても良かったということをおっしゃってくれるので、はい、すごく良かったかなというふうに思います。作り手の皆さんも楽しい、そうですね、はい、もう本当に皆さん楽しくお仕事してくださいます。手が増えたということは、はい、お野菜の量も種類もどんどんと増えていくのかなと思うんですけれど、はい、始めた頃から今にかけてどれぐらいの量が変わって、そうですね、最初は2単ぐらいで始めた野菜作りだったんですけど、はい、今全部でだいたいそれの10倍2ヘクタールほどに増えてまいりました。種類ではいくつぐらいになるんでしょう？そうです、種類も最初は30品種ぐらいだったんですけど、はい、今500品種以上の、はい、種類の方も見えました。年中通してたくさんのお野菜が、はい、そうですね、年間通してお野菜途切れることなく、はい、出荷できる体制を取っております。嬉しいですね。はい、そうですね。例えばどういったところからのお客様がこう印象的というか、はい、今までに心に残った方がいらっしゃるとか、そういった方は見えます？そうですね、ほとんど皆さん大体お客さんはお野菜を送ると、うん、声を返してくださるんですね、うん、こういうお野菜がすごく美味しかったとか、はい、すごいピンピンしていて生き生きしてきてエネルギーが生まれて、で体が元気になったとか、そういった声を聞くと本当にこちらも嬉しくて、また頑張って作ろうという気になりますね。でお客さんによってはレシピを送ってくださったりとか、こんなお野菜作りましたって写真付きでメールで送ってくださったりとか、そういうのもすごく励みにもなりますし勉強にもなりますね、はい、そうですね、こういうお野菜を提案、他のお客さんにもまた提案できるしっていう感じで広がっていくので、はい。では今後ナチュラルベジタブルを近藤さんはどのようにしていきたいなといった目標や予定といったことはございますか？そうですね、完全無農薬のお野菜を作った安心安全なヘルシーな介護食だとか離乳食とか、うん、そういうのもそれを使った加工食ですね、そういったものにも挑戦していきたいなというふうに思いますし、あとみんながこう集えるような場所づくり、農家カフェであったりとか、そういうのもできてきていくと楽しいなというふうに思います。あと小さくさんもちのお母さんとか、お腹の大きいお母さんでも働けるような幼稚園の併設っていうのもしていきたいなというふうに思ってます。それは素敵ですね。そうですね、はい、みんなが、そうですね、安心して、ね、ゆっかりと働けて、でまた周りのお母さんたちもベテランの子育て先輩、はい、先輩なので安心してゆったりと、はい、皆さんがいらっしゃる、そうですね、はい、作り手も召し上がる皆さんも、はい、お客様も笑顔になれる、そうですね、そうですね、また皆さんが美味しいと喜んでくださいまして、ご家族の方がみんな安心して食べていただける健康になっていただく、そんなお野菜を本当に一番に思っております。なるほど。では今現在ですね、はい、平成29年の6月ですが、おすすめのお野菜、旬のお野菜といったのはどういったものがございますか？今はね、カラフルポテト、はい、紫シャドークイーン、紫だったりノーザンルービー、ピンクのジャガイモだったり、ピンク、はい、あと赤いアンデスレッド、赤いジャガイモだったりとか、色とりどりのジャガイモを、これぐらいのサイズでそのまま素揚げしていただいて、それがお子さんがとっても大好きで、はい、蒸していただいてもよろしいですし、もう色も楽しめるし、はい、ね、はい、子どもさんのおやつにぜひおすすめです。それはいい情報をいただきました、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。本日は三重県鈴鹿市よりナチュラルベジタブルの近藤恵子さんから
素敵なお野菜作りのお話をお伺いいたしました。毎日口にする食べ物こそ皆さんの笑顔のためにと心を尽くして作ってくださっている近藤様、そして働いていらっしゃるお母様方の、その皆様の心に応えて、これからもどうかますます寄り添うのお仕事を広げていただけますように、よろしくお願いいたします。はい、どうもありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。三重県鈴鹿市からナチュラルベジタブルの近藤恵子さんのインタビューをお送りしました。その日の出来事では様々な情報をお送りします。ご意見ご希望などございましたらご連絡ください。今回はこれで失礼いたします。その日の出来事ご覧いただきありがとうございました。